それでも安いとかどうとか何割会社が持っていくとかごたごたごた、それは多分言うじゃん。なんでか知らんけど職人だけは何回言っても分かんない。ガッポガポの時ある。それはただ言わんけどね。待ちくたびれたわ。俺もずっと車で待っとったよ。飯食い終わるの待っとったよ。お前なんかもう年内パンパンなんだ、指名でね。うん、年内パンパンの指名で。指名で。すごいな。こうやって YouTube で人柄見てたよな、この人に言ってほしいって。ご主人は見とるんかな、YouTube を。名前知ってたんで。寺岸君ね、とか言って、YouTube 見とるよとか。で、それとから指名が入ったのか。この人はでも指名じゃない。ホームプロから来とるんですよ。ホームプロ通してきたの。うん、ホームプロ。で、見て。YouTube で検索して。検索して、あ、これだなと。ホームプロを通してる。通してないんだろ。あ、通してる。ホームプロに頼む。まあ、ホームプロに金取られとるやん。うん、取られるです。1割ぐらい取られるんちゃう？ 1 割以上です。いや、じゃあホームプロは少ないんだろ。それあれ、外気塗装の窓口とかいうとこだろ。ああいうとこなんか 20% ぐらい取られる。窓口は高いね。そうだよ。契約で 10%、見積もり以外だけで1万5000円か2万円取るので、これが外気塗装の窓口だから、外気塗装道場がするじゃん。で、ちょっと5社振るじゃん。配るだけ得。配るだけでもう5社から2万円で10万だろ。大体工事代金100万だからじゃん。もう戸建てなんかもっと安いじゃん。ってことはもうそれで 10% でしょ。で、1社成約したら成約で 10% だもんで、20% から 30% ぐらい入っとんちゃう。鬼のように儲けてる。で、工事にそれタンクだな。で俺はもう 10件仕事もらって、例えば2万円払ったら20万払うわけじゃん。で1本決まったら、まあ、100万の工事が決まったらまた10万だから、100万の工事を獲得するのに10分の1の契約率だったら30万契約かかってるってことはおおよそ 30% だよね。お前もそういうとこ登録しちゃったの。もうそれが取られるだろ。売上高に対して 2,30% 取られるだろ。そうですね。10件に1件だと絶対割高なんです。そうやな。3割4割切る。そういうことやな。きつい。きつい。俺もなんかそういうふうにしちゃうかもしれんな。そういう自分たちの職人に仕事取ってきた量を取るっていう逆に。それだってもう安いとかどうとか何割会社が持っていくとかごたごたごた。それは多分言うじゃん。それはみんな言ってますよ。だろう、みんな言うだろう、職人って。だったらそう別に仕事取ってきたっていう。のでもう職人に丸投げするけど何パーもらいますよの方が、結局同じことじゃん。まあ会社が見積もり依頼を獲得するためにお金をかけて獲得して、まあ今だったら YouTube とか教育で無料なこともあるけど、これに経費かかってるわけじゃん。俺が動くこともな、そうそう、編集もかかるし、もちろん人もこんだけ今3人動いてるね、一緒に大所帯だよな。今日な前まで2人だった。そうそうそう、2人だったら4人で動いて、ああでそれ企画も考えなくなるし、でそこから、まあ、契約するのに営業マンがやっぱ10件中何件しか決まらないだろ。それは別に職人さんからもらえばいいんだな、俺も。確実に利益じゃん。で俺も営業からももらえばいいんだもんな、逆に。まあで別に契約決まったやつをお前らが塗装の職人にあげる。値段設定が難しくなる。逆にしてきゃいいけど、会社はなんか分配は固定していくじゃん。この現場を絶対いくら払います、営業マンこんだけ払います、塗料こんだけ払います、広告宣伝費はこれぐらい払いますって分配が固定して、逆エッジだったら絶対儲かるんだな、俺も。もうそもそも別に100万円の案件は職人100万円でもらえる。で営業に逆に依頼をするってことだよな。決めてきたらいくらちょうだいねにしたら営業が。で会社も見積もり持ってきたら絶対ちょうだいねって経営が逆になってきゃいいよな、発想が。そしたらなんかもう安いとかどうとか仕事がねえとかああとかこうとかで、あったらあったで仕事が多すぎるとか少なすぎるとか、お前安いって言ったらね、高い時は文句言わへんし、高い時は絶対文句言わへんなあ。高い時でもあるんですか。ある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 だろう。ガッポガポの時ある。ある。それは言わんけどね。言わんだろう。お前どんどん逃げていくなんてお前。言わんけど。悪い話の時はじゃあ抑えとき、安い速度で抑えとき。いやお前もだとその下請けまで取ったの。まあやってましたよ。その時まあいい物件の時もあるの。いい物件ってか、いやいい物件しか僕は行かなかったです。逆になんで元請けがこれやれって言われたら、いい物やれって言われたら行きますけど、やっぱいい物件しか行かないです。どういうのがいいの。やっぱ真四角っすよ。まあそうだな。同じ平米でもそうだよな。あとは工程が簡単。吹き付けはいかないです、できないですし、できる職人も少ないですし、はい、吹き付けはもうほんまにそのでも年下じゃねえだろ、年下じゃねえ、営業に特化してた、営業に僕は特化してたんで、で安い現場行かない理由は自分で営業して取ってきたら自分の好きな値段じゃないですか、自分が決めた設定、自分でお客さんから取るからなんで10日ぐらいかけてやるんやったら安い現場を10日ぐらいっていう意味は現場を10工程12区かけて自分が入って10日間仕上げるんやったら、うん、自分で10日間歩いてピンポン鳴らした方がいい仕事にありつける確率が高いんで、うん、今ちょっと忙しいんですよ、立て込んでるんですよって見え張っていかないみたいな、そういうことに頼まれても、はいはい、それはもう当然ね、元請けも営業かけたりいろんな保証もあるから、元請けの看板でやる以上元請けも利益はもらうからな。そうですよ、利益っていうもんでお客さんもこれ勘違いするんだよな。でもな、本当に逆にすりゃいいよな。職人に別に丸全部入ってくるけど、払わなあかん方式に、営業に決めてもらった費用、会社に紹介してもらった費用っていうのを、難しいけど、そしたら文句ないもんね。ほんで俺も絶対もうマイナスねえじゃん。確実に言うだって別にガタガタ文句言わないで、ガタガタ文句言うもんで酒も飲ましてちょっと機嫌も取らないこっちも。よく言わん、昔なんかこのクラウンとかも原価なんか知れとんだよとかなんか言うやつおるじゃん、ね、当たり前だろって言って100万の車のね販売にも経費かかるし、だって店舗あるもんね、販売のうちもそうじゃん。じゃ手書き師みたいなやつがまあ何人かおって、だけどこれを集めるので15年かかってるんだよ、必死になあ。そうですね、15年かかってやっとこれだけの職人が揃ったのもんな。それは来年ポンって、じゃあどんだけ俺と同じ金持っとって、あっもういいぞ休憩してきていやいなで休憩しとっていいぞって言ったらやるっていうのはこれが実習生パワーです。まあね、実習生今うち七色パートナーズでやっておりますんで、あれ何年目、あれ5年目ですね。偉いな、うちは休んでいいぞって言って大丈夫です言う、普通いや普通日本人だったら休んでる、絶対休んでる、ずっと休んでるこいつなんか休んでるラッキーって言って、無所属取ってこいよ一人でっていいぶりーとか言っていいぶりーみんな全部できないもん顔いっちゃってもいっとるやんこいつ顔目をさ、目が出ないからやばいです。やばいです。パワハラだこれは。パワハラだ。やばいです。どうする？それじゃか。やっぱりちょっとあるだろ、会社が粗利率何パーでとか。粗利率はまあこれだけ大きく動かしておるとそれぐらいねえとやっぱ。大きくって逆にやっちゃう。大きいからそのパーセンテージでやっていけるの。でちっちゃいとこもっときついと思う。だってうちって新聞広告も使えるじゃん。新聞広告なんか1件あたりの獲得コストめちゃくちゃ安いもんだけど、店舗1点のとこって新聞広告できないじゃん。でよくこれよく言うのは、新聞なんかやってるから儲かっとんでしょって言うけど、いやちゃうんだよねって。1店舗でちっちゃい店だったら商圏が狭いから新聞広告使っても無駄なこともいっぱいあるじゃん。1回150万取られるんだよ、だけどどんだけ電話があるのじゃん。想像つかないっすねそれ想像つかないっすよ先生。想像つかないだろ、本当。でも100本やそこらじゃないんじゃない。まあ100本なったとして、まあ、半分決まったら50本で5000万入ってくるでしょ。究極は100万円の広告宣伝、150万の広告宣伝で5000万入ってくるね。もっと入ってくるんちゃう。で既存顧客、ね、その時にかけてくる人だけじゃないじゃん。それを見てまた来年頼もうかなっていう人たちもいっぱいおるし、その何年後かのリピートに。そうだけどちっちゃい会社ってもっときついじゃん。だから訪問販売ってある程度 5、60% 粗利がないとやれんっていうだろ。まあ倍掛けですね。そうだね、倍掛けじゃないとやれないっていうじゃん。そうすると運営が合わない、会社も抜かなあかんし、営業も飛び込んでどんだけじゃあ月取るのって3本4本でしょ。で100万円の工事50万もらって、まあ粗利が200万ぐらいやってくるでしょ、4件取ったら。で会社が半分持ってきますって言ったら100万で、やっとだって4件必死で毎日ピンポン押して大体手取り100万ぐらいになるわけでしょ。お前ってすぐそういうこと言い出すんだって。いや会社が儲けとるとか儲けとるなんとか。だけどうちからしたらじゃあ逆に月に今60頭から70頭ぐらいあるでしょ。これ50頭だったら赤字だよ。絶対にね。もう50頭切ったら会社潰れる。じゃあ本当だってだって固定経費あるもん。だってそうだろ。家賃もお前らそういうこと分かってねえんだ。分かってねえんだ。分かってねえんだ。バカ野郎。だろう。だってこいつらも経費かかる。だって営業も経費かかる。ジムも経費かかる。家賃も何店舗あるって。かかるで保険料もある。なんとなくわかるでしょ。なんとなくまあ聞いただけでもわかりますよ。なんでか知らんけど職人だけど何回言ってもわかんない。いやわからんね。わかりたくない。わかりたくない。もっとよこせ。俺あんまりそんなに文句言ってねえんだけどみたいな感じ。俺文句言ってねえけど。あんなね。まあでも職人さんもやっぱあるじゃん。でお客さんもあるじゃん。行ってこうね視聴者側でこうやって見てくれてる人も。で会社ってやっぱこうやって偉そうに社長しとるけどってピンハネしとるじゃないけど。で俺もガキの時そうだったしね。俺給料1万円しかもらってないのに 1現場行ったら会社は3万昔バブルの時なんか俺ら坊主でも3万4万元請けは払うわけでしょ。最初俺なら1000円スタートだよな。請負いだったら違うよ、はい、3万4万で取れちゃう最低でもさあ昔ね一昔だけ昔の職人ってよかって今の子たちは儲からんって言うでしょ。塗装は安いんか。塗装は安い。塗装は安いんか。塗装はいくらぐらいだったお前ら5000円。スタート5000円。スタート5000円。だから頭悪いやつ多いから。そう、頭悪いやつ。頭悪いやつしかやれねえね。だって、トビってよかったよな。トビは同級生。わりかしトビはよかった。初任給でもよかったよな。トビは1万超えだったよ。初任給で。その代わり偉いけどね。今いくらぐらいですか。あ、今か。今安いんちゃう逆に。物価は上がってるけど、うちはいい方だと思うよ。9000円とか。だって今でもうちでも若いやつ9000とか1万だよ。1万円スタートぐらいじゃない。うちは本当に何も未経験であれでも飛びだれな。1万円だと思うよ。その代わり1年経ってすぐ給料上がらないようちは。その前にケツ割ってるけど大体ちゃうでちょっと覚えたら最初にこの給料だったらなんで俺はこんだけできるようになったの給料上がらないって言うけど最初はもうおまけみたいなもんやんって修行期間のそうですか。本当に5000、6000、7000で使いたいよこっちは。それぐらいしか働けないもん。でそれやったら人辞めちゃうもんな。続かないじゃん。あでもそのからくりは確かに僕視聴者で見ててもあまりわからない。わからんね。はい。わからない。俺もわからんもんねやっぱね。わからんっていうか自分でやったでわかるだけで。はいちょっと視聴者の皆さんまあちょっとただの俺の愚痴動画みたいになりましたけど、まずぜひチャンネル登録いいね。よろしくお願いします。お願いします。あと足場の買い取りちょっとそやさんとかでねなんか2、3頭だけ持っとるとか。まあそんな話でもいいんで、ぜひ声かけてください。お願いします。あとは、まあさっきの話ね、聞いてきのね、ぜひ。はい。飲み会とか、その、ゴルフとか、まあ、あと勉強会、まあ、飯交換会、いろんなことを、まあ、とにかくイベントごとをちょっと増やして今年、ファンとの交流だよね。YouTube企画。YouTube 企画で声かけ。まあ、とにかくリストが欲しいなってのは、職人さんなのか、塗装屋さんなのか、足場屋さんなのか、ただの主婦なのか、ただの半グレなのか。全グレなのかそうまあそれ声かけやすいじゃん。逆にね全グレですと苦労じゃん。ぜひ役で出たいですともう社長を見とったらマジで腹立つからお前は本当に一回殴ってみたいともうカメラの前でだったらいいカメラ回ってないとこで殴るのただやめてとかただの痛いだけです、ね、ただのフィリピン人に襲われた人になっちゃうはいよろしくお願いします。お願いしますせーのまた見てね。